はい、どうもボーダーです。今ですね、京都御所の目の前に来ております。で、今日はですね、8月の16日の金曜日ですね。で、今日は五山の送り火がありまして、それに来ました。でね、大文字がね、この辺りから見えるみたいですわ。今時刻がもう7時何分だろう今、まあ、45分ぐらいかな。8時から点灯するとということで、初めて来たんですよね、京都御所から見る大文字。去年は出町柳から大文字見たんですけれども、今回はね、京都御所から見えるということで、おっと自転車か。どっから見えんのやろな、どこまでね、行ったらいいんやろな。ちょっとそこがいまいち分かっていなくてですね、と、うん、山やな。うん、山が見えるんです。多分そっから見えるんちゃうかなと思いますね。でもみんなね、ね、ずっと向こうの方ね、今、なんか歩いていってるからね、ついていってる感じですね。だからみんなどこまで行くんやろね。そうやね。寺町通りって書いてるわ。で、これちょっと渡りますか。こっちかな、もしかして。こっちなんか。そうやね、みんなこっち歩いてもんね。じゃああれか、あの正面にある山から見えるのかな、じゃあ。もしかして。毎日方向がね、ちょっと分かってません。よいしょ。今何時やろ。51分か。まだ時間あるね。あと10分ぐらいか。結構車がな、横通るから結構気をつけないとね。うん、ちょっと危ない。結構まだみんな歩いてるね、奥までな。そうそう、左御所。多分御所の門が多分すぐそこ、もうそろそろあるのかなと。だから帰りは、そこの御所の中入って、で、あそこのなんかその串までさ、うん、なんか売店っていうか、なんかお土産が売ってるところがあるみたいで、そこ寄って帰ろうかなと思いますね。まあ、寄れたらね、時間が。なあ、9時までに。そう、行けば。なんせどこまで、マジで、我々は、これは行けばいいのか。
がね、正門なんかな、これ合ってるのかな、ここで。まあ一応これ門だね。ね、これちょっと撮っとこう。あ、大丈夫。ちょっと暗くて分かりづらいけどね、これ門ですね。だいぶ暗いね。ちょっとなぁ。で、こう、これどっから見えんのかな。うん、そうやね。とりあえずこっち、一旦ちょっと切りますね。すごいすごい、見て。台になってきました。すごい浮き上がってきた。ちょっと待って、こうわかるかな。早いな。もう。わかるかな。ちょっと画像、動画やったら見づらいか、わかりづらいかもしれないですけど、いやすごいね、すごいです。すごい人。おお、すごい。すごいよ。これすごい。これすごいわ。おー、めっちゃ見える。え、すごいすごい。すごいすごい。ここから。さっきのとこやな。うん。あ、でもここすごいわ。すごいな。うん。今からですね。これなんていうとこ、これなんていうとこやったっけ。この、ちょっとわからへんな。まあ、一応御所の敷地内の中にあるカフェかな。めっちゃおしゃれな。ここでちょっとなんか見ようかなと思って来ておりますと。すごい人多いよ。今日9時まで。本来やったらもっと早い。本来だと多分何時ぐらいまでやったら、多分7時とかじゃん。忘れたけど。すごい。入り口こっからか。あ、でも見て、こんなの売ってるわ。こういう。なんか買って帰ろうかな、お土産を。なあ、なんやろな。いや、あ、売ってるわ、すごいすごい。え、これ普通にマスコじゃない？うん、そう。じゃこれちょっと買おうかな。すごいな。すごいわ。え、これアイスクリームか。なあ、アイスもあんねんな。もうね、なんかレストランはもう無理みたいです。営業は終了してますと。8時半までやったらしいね。まあ、ちょうど8時39分。どうさ、ここで休憩もできんねんな。いいよね。ちょっと休憩していこうか。とりあえずこれ買うわ。羊羹もいいね。美味しそう。なんか欲しいのある？あ、水まんじゅう、うまそう。そう。な、どう？なんか買って帰ろうか。ちょ
っとお土産に。お土産に。これもなんかすごいな。はい、お土産買いました。こちらのね、つづみ焼きっていうお菓子と、あとこのきなこ餅をね買いました。これ2つ、こんな感じで、じゃーん。はい、お土産も買いました。でこちらのね、こちらのカフェ屋さんなのかな、うん、なんか名前京都御苑御所、うん、中田ちゅうり休憩所というとこですね。まあ、皆さんもぜひ京都御所に来たときは立ち寄ってみてください。ということで今日はこの辺りで動画を終わるかなと思います。皆さん最後まで動画見てくださりありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。